春の兆しが見えてきましたね。そんな中、うちのキッチンにも春の訪れを感じる野菜がやってきました。いつもは脇役しか演じてこなかった芽キャベツを今回は主役に抜擢して、芽キャベツのフリッター舞茸ソースを作っていきます。芽キャベツは冬から春にかけての旬の野菜で、静岡県で主に栽培されています。キャベツをそのまま小さくしたような見た目なので、キャベツが大きくなる前に収穫したものだと思われているかもしれませんが、実は芽キャベツはキャベツとは別の品種で、1本の幹に50個ほど発芽し、それらが結合したものなんです。小さな芽キャベツが鈴なりに実るので、地域によっては子孫繁栄の象徴として結婚式などのお祝いに使われることがあるそうです。芽キャベツは明治時代にベルギーから伝わった野菜で、英語ではベルギーの都市であるブリュッセルの名を取って、ブリュッセルスプラウト、ブリュッセルの芽というそうです。そんな芽キャベツは一般的なキャベツと比べて、免疫力向上や肌荒れなどに効果があるビタミン C が約4倍、強い抗酸化作用を持つ β カロテンが約12倍もあり、栄養価の面でも甘みの面でもキャベツより優れているんです。そんなことより冬も終わりかけて。